さあ、では始まりました。アマチュアチャンネル。さあ、今回はですね、受けてきました、TOEIC公開テスト第262回2月28日午前の回になりますね。さあ、どうだったでしょうか、受けた皆さんね。まあ、私の会場は大会場で、深いとこだったんで、密を避けるためソーシャルディスタンスでって言ってたんだけど、ソーシャルディスタンスのね、この引いてあるんですよ、線がこうテープでこう貼ってあるんですけど、まあ5、6人分こうやって入ってるんだけど、でももう並んでる人何十人といるから、全くその線の意味がなかったですね。何のための線だったんでしょうね。結局こう1、2、3ってね、もうディズニーランドみたいにこうぐる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 って並んでる状態になっちゃって、でそのスペースに入れようと思ったらもう密になるしかないんで、こう開けて並んでたらこう3列どころじゃ済まないけど、スペースがそもそもないので、もうその3列以上にすることは不可能なんで、物理的に。だからもうめちゃめちゃ密な状態になってましたけどね。その階に行くエスカレーターも人数制限してたのに、結局意味なかったですね。で10分開始が遅れるっていう状況でした。大変だった感じですね。さあ、それぞれのパートの感想を言っていきたいと思いますね。どうだったですかね、皆さんも。まずパート1ですね、優しめだったんじゃないかなと思いますね。まあ昨日のライブ配信でね、どんなポーズが出るか予想してくださいって言ったやつね、1個当たりましたね、これ。動作違いましたけど、あとポーズは全く同じのが出題されました。パート2は1個またなかったな。で、まあ優しめ、いつもあるような表現が出てたんで、他の選択肢が正解になってたら、おお、これむずくなるのになって、って思ったけど、ならなかったですね。で、パート2ですね。まあ、これも普通だったと思いますね。もう、変化球っていうのも慣れてる人たちも多いと思いますし、1問、そこまで変化球出してくんのっていうのはあったんですけど、それを OK にするんだ答えっていうのはあったんですが、それ以外は普通に正解できるんじゃないかなと思いますね。WH もだいぶ多かったですね。ちょっとナレーターがね、多かったんで大変だったかなとは思うんですけど、イギリス人が2人いたりとかね、カナダ人男性も2人いましたよね。なんで発音ね、厄介だったかなと思いますね。イギリス人の新しい人ほんと聞きづらいですね。で、まあ、その辺のこともね、対策は前に動画で出してますので、公式問題集の5がおすすめってやつを見ておいてください。で、パート3ですね。これも全然まあ普通だったかなと思うんですが、これいつも言ってるように、だんだん機械化していってるというか、現代化していってるので、トイックがですね。だから今回の表現、こんなん出てくんだっていうのね、ありましたよね。そうです。ドローンですね。ドローンが登場しましたから、わ、ドローンなんて出てくんだなと思ったんですけど、聞き取れましたかね、ちゃんと。ちょっと現代化に驚きましたけど、パート3の向かい側にあるっていう表現、あれらはちょっと大変だったかなと思いますね。まあ自分のメンバーシップのね、レベル2以上の方々はトイックの講座見れるんで、多分説明してたと思うんですよね。解き方と表現ね、そのパターンになってたんですけど、もしかしたらまだその動画出てないかもしれないですけど、はい、解けてほしいかなっていう問題でした。で、パート4ですね。パート4はちょっと難しかったなっていう印象です。1セット完全に、これ言ってる答えってなっちゃって、大変でしたね。聞き逃しちゃってたんですよね。それで1、2、3と全部聞き逃したんで、大問丸々聞き逃してるっていうのが起きました。これ、なんか違うとこ流れてんじゃないのとかって思いながらね、やってたんですけど。で、いつもの通り聞き逃したらですね、今まで蓄積したトイックの知識、トイックスキーマと呼んでますけど、それを使って答え出すんですけど、まあ大丈夫だったと思います。おそらく3問中2問はいけたんじゃないかなと思ってます。多分ね、わかんないですけど、おそらくこれだろうっていうので、そんな感じでリスニングですね。ああ、全問正解は厳しいだろうなっていう印象ですね。続いてパート5ですね。まあこれも普通かな、そんな難問が多くなかったっていう印象ですね。あ、こんなの問われるんだなっていうのはありました。あ、こんな前置詞問われるんだなとか、あ、こんな形容詞出てくるんだなっていうのはありましたね。難問も多くなかったんですけど、その代わり優しい問題も減ってきてるなっていう印象ですね。もちろん助動詞足す動詞の原型とかすごい簡単なのはあるんですけど、簡単なはずの格の問題とかをちょっと難しくしたりとか、あ、レベルの低い問題が減ったなっていう印象でしたね。あとは、こんな問い方すんだなっていうのとしては、要素の分離、ね、要素がこう離れていてすごく気づきづらくするっていうですね、大学入試のような問題がありましたね。こんなん出すんだなと思った、ね、久しく見てなかったなって
ていう印象でしたね。こんなバッチリ要素の分離聞いてくるっていうのはね、この間の東大のね和訳にも要素の分離出てましたけど、似たような感じでした。でパート6は、まあ、文脈依存が相変わらず多いんですけど、今回ちょっとワンパターンじゃないかなと思ったんですよね。どういうことかっていうと、文脈時制問題3つありましたよね。正しければ、私の記憶が正しければ、4セット中3セットに出てるって、どんだけ文脈時制問題好きなんだって思って、しかも全部未来でしたよね。なんでこんなに出したがるんだろう、同じパターンをっていう風に思いましたね。まああと文脈代名詞、文脈語彙があって、当然文入れる問題ですね。まあ文入れるのはそんなに悩むものはなかったですけど、一つの設問が引っ掛ける気満々できましたね。だいたいいつも消去法でやるときに一個だけ、あ、まあこれだろうってなって、他は絶対違うな、絶対違うな、絶対違うなって感じだったんですけど、今回絶対違うのが一個で、あとの二つが、おお、結構引っ掛けに来てんなっていう感じのものでしたね。そういうのがありました。はい、続いてパート7ですけど、パート7は、まあやっぱ人によって分かれるかなっていう印象ですね。自分としては今回はだいぶ普通だったなと思いますね。ちょっとね、一個だけ、っていうのもあったんですよね。こんな、まあ、これしかないと思うけど、いいのかなとかね。やっぱ、most likely がついてたり、suggested がついてたり、implied がついてたりしましたね、今回。いろんなパターンの推測系が出題されてたんで、こういうのやっぱ苦手な人はきついかなと思いますね。照らし合わせは分かりやすかった。もうおなじみのものでしたね。ダブルパッセージもトリプルパッセージも、もう設問最初見るんですけど、僕は設問見た時点で、あ、これ照らし合わせだろうなって思ったやつが今回 100% 当たったので、設問だけで分かりました。だいたい毎回1問ぐらいは、あ、なんだこれも照らし合わせだったんだって思うのがあるんですけど、今回は全部当たったので、なおなじみのパターンだったってことだと思いますね。でまあ共通テストとね同じように、条件がめんどくさいですね。この条件に合わせて、この条件に合わせてっていうのが、まあパート3、4とかでもあった、パート4にあったかな、はい、という感じだったと思いますね。で表現としては、まあやっぱり、あ、こんな表現出るんだなみたいなのが出てきましたね。まあドローンほどではないですけど、ガゼーボがいたからね、ガゼーボなんかめちゃめちゃ久しぶりだなと思いましたね。アメリカに行った時に音で覚えた単語ですね。スペルこんなんだったんだなって思った。でも見るのはもしかしたら初めてかもしれないですね。耳で聞いてはいたので、何回か、なんか面白いじゃないですか、ガズイボっていうね、その響きが面白くて記憶には残ってたんですけど、まさかそんな、まあ、全く答えに関係なかったですけどね。ちょっと言い換え表現もね、え、これ言い換えるんだってね思ったのはありましたよね。普通その単語じゃなくてこっちじゃねって思いきや、え、そう言い換えるっていうのがあったと思いますね。はい、といった形でやっぱりね、トイックは現代化してますから、新たな表現いろいろ出てくるし、長くすることによって答えるのを辛くする。そして、ね、スキャニングとかね、こう速読で解いてほしい試験ですから、やっぱ分からない表現とか盛り込んできますから、ね、そういうのが出てきてもわってならないように気をつけてください。まあ毎日大学受験の問題解いてるので、やっぱ全然大学受験のね難関大の問題の方が難しいんですよ。表現とかは構文もそうだし、語彙もそうだし、イディオムもそうです、ね、それと比べたらだいぶ楽なんですけど、それでもやっぱりね、推測とか照らし合わせっていうので正解させないようにしてくるっていうのがね、トイックのやり方ですので、ぜひねその辺の対策をしておくことをお勧めしますね。はい、といった形になります。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC で、もうほんと400点、500点さえも取れない。でも700点、800点取りたいっていう人とか、英検、もう全然3級も取れないとか、準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。